皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、こちら犬の気持ちです。どっかの CM とかぶっちゃった、まあパクりましたけど、まあそのね、犬の気持ちです。はい、今日このね、犬の気持ちについてお話ししようかなと思います。さあそのですね、犬の気持ち、まあね、ワンちゃんもやっぱ心がありますから、喜怒哀楽しっかりあります。喜んでる時、怒る時、悲しい時、やっぱりね、あるんですけどね、その中の今日は怒ったり、そっちの方をね、少しスポット当ててお話してみようかなと思います。まずですね、ワンちゃんっていうのはすぐ怒る子、最初は大丈夫だけど途中で怒り出す子っていうのがいます。で、それなんでね、ちょっと時間のラグがあるのかっていうね、ちょっと理由があるんですね。で、それがなぜかというと、このコップの水理論です。コップの水理論。コップ、コップってこう、なんですか、空のコップありますよね。それって最初って何も入ってないですよね。で、この水、コップの中に水をどんどん入れていくと、どうですか、水位がこう上がって、最後、溢れますよね。この溢れた時が、ワンちゃんが嫌だよとか、怒ったり、逃げ出したりとかっていうのが出てくる状況なんですね。状況。はい、なので、最初なのでいけるんです。最初だからね、子犬とかは失敗させるんですね。知らず知らずのうちに水を入れちゃってる可能性があるっていうことなんです。はい、ただこのコップにも大きい子もおれば、ちっちゃい子もおるし、やっぱ個体差がありますので注意しましょうねっていうのがコップの水量です。これどこかでまたね、お話ししているので、またよかったら見ていただけたらと思います。それね、このコップの水理論なんですけども、まあね、分かりやすい子はいいですよ。明らかにバシャーンってなったとか、溜まってるっていうのが分かる。全然ピューってどっか行っちゃうとかね。ああ、やばいなみたいな。気づけるんですけども、こういうのがまずいんです。ザルで受けるタイプ。コップの上にザルを置いちゃうんです。ザル。ザルってわかりますかね。ザーッとこう水が下に落ちるな。うどんとか言ってますよね。で、ザルで受ける場合がいるとややこしい。ザルで受けるとね、パッと見大丈夫なんですよ。お、全然水溜まってないやんか。ザルなんでね。水溜まって大丈夫だわ。で、同じことずっとやっちゃうんです。じゃあ、ある時にザルのけたらですよ。コップ水タポンタポンなんですよ。タポンタポン。なのでワンちゃんがなんかと、そうだな、イメージで言うと、コップで水チャポンチャポンになる子っていうのはもうピャーンとどっか行くことですね。パッとどっか行く。あ、明らかにもう嫌なんだなって、すごい分かりやすいんです。けど、ってこう、さあ、例えば反撃やるぞって時に、みたいな。逃げもしないけど、気もしないね。だから飼い主さんとすると、あ、まあまあいいんかなみたいな感じでね、やっちゃったりだとか、あとね、コローンと、ね、この仰向けにした時にも、全然抵抗せへんがやってますってね。もしかしたら本当にそれは大丈夫なんですかっていうのを疑ってくださいっていうことです。もしかしたらこのザルで受けてる可能性がありますよっていうね、注意していただけたらと思います。まあまあ、こればかりはね、ワンちゃんの心理なんで難しいところもあるんですね。実はザルじゃなくて本当に溜まってないこともありますし、いや、もしかしたらザルなことかもあるかもしれないということで、特にね、お手入れ系、歯磨きとかブラッシングとかは特にね、ザルで受けたりする場合がありますので、特にね、これはちょっと注意してほしいかなと思います。なので、その犬の気持ちに関して、そのコップの水理論っていうのがあります。コップが最初は大丈夫なんやけども、その個体差によって大きさがあって、水が溢れた瞬間怒り出したりだとかっていう風につながってきますよ。で、コップ水溜まるのがね、分かりやすい子もいれば、これザルで受けちゃうからなかなか分かりづらいっていう子もいますっていうのをね、今日知っていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひね、お手入れは特に楽しくやっていただけるとね、こういった心配は全くありませんのでね、ぜひ実行していただけたら嬉しいかなと思います。ではね、また次回も、配信していこうと思いますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。では次回お会いしましょう。以上、藤本でした。